犬飼県7月28日から1960年8月28日は、日本の政治家、小説家、肖像医、訓医等、首相在任中に暗殺された犬飼武氏の三男にあたる、法務大臣、学習院初等科、中等科、高等科を経て、東京帝国大学哲学科中退後、白樺派の作家として活動した後に、政界入りした。 1930年の第17回衆議院議員総選挙に立憲政友会公認で東京2区より立候補し初当選。1941年にはゾルゲ事件への関与容疑で公認、警察当局の取り調べを受け起訴されるが無罪となる。第二次世界大戦中の1942年に翌3回選挙で当選し、1952年に 吉田茂首相の引き立てにより、法務大臣に就任するが、造船議国における自由党幹事長、佐藤栄作の収賄容疑での逮捕許諾請求を含めた強制捜査に対し、重要法案審議中を理由に指揮権を発動して、逮捕の無期限延期と任意捜査に切り替えさせた。指揮権発動の翌日に法務大臣を辞任したが、この指揮権発動のために、 犬飼は事実上政治生命を断たれた。作家としていくつかの課品もあるが、造船儀国における指揮権発動のために日本ペンクラブ加入を断られている。現在ではその文明を知る人は多くないが、岐阜の弟にあたる長代義郎や武者の工事佐奴の影響を受けて小説を書き、1923年に諸女作品集、 一つの時代を観光している。精緻な心理描写と繊細な感じ方が評価され、後に政治に転身してからも、分子時代の自由との交際があった。俳優の上山総人が学生時代兼用家に寄宿していたことから知区であり、総人と妻の山川浦治、浦治の妹の上山三号をモデルとした、私小説、女優も発表している。 父である武氏が新長期の中国革命活動を支援し、孫文だと交流があったため県も幼い頃から中国の政治からと深い関わりを持っていた。5.15事件で父が暗殺された後は、その意志を継ぐべく、影佐貞田明や今井武雄らと共に泥沼化する日中戦争期間中和平工作に全力を注いだ。特に王朝明を要して、 日本占領下の南京に王長名の国民政府を設立させる活動に傾注した。この時の出来事を著書、洋子子は今も流れているに残している。中子夫人との間に一難一情を設けた。長女、美智子は評論家、長男、安彦は共同通信社の社長を務めた。安彦の5妻は、大原総一郎の娘で、テレビ演出家の大原麗子。また、 県が目掛けで芸儀の荻野の子に生ませた、必着室子が安藤和で、俳優の奥田英二は、県の娘婿にあたる。孫は、映画監督の安藤桃子と女優の安藤桜。上山総人年賦公4、谷崎淳一郎との交友を中心に、細江光、日本官僚制総合辞典、1868から2026ページ。ありがとうございます。